綾野国埼玉芸術劇場は埼玉県埼玉市中央区に位置する埼玉県立の複合舞台芸術施設である。埼玉市内にある埼玉と名の付く施設であるが埼玉市の成立前に完成し管理者は埼玉市ではなく埼玉県である。昭和50年代末に埼玉県の中期計画で 県民芸術劇場として建設が計画されたことに、橋を発する複合文化施設で、建設予定地決定、建設用地取得までが、昭和に、基本計画の決定及び建物の着工、竣工が、平成の初頭に行われ、1994年10月に、あやの国埼玉芸術劇場として開館した。施設設置者は、埼玉県で、指定管理者は、 埼玉県芸術文化振興財団である。埼玉県芸術文化振興財団の芸術監督を務めた荷川幸雄が手掛ける演劇公演を数多く上演した劇場の一つである。また、欧米の著名なコンテンポラリー、ダンスカンパニーの首都圏における代表的な公演劇場として定着している。有料ホール100選に選ばれている。 2016年には埼玉トリエンナーレの会場となった。2011年に施設の修繕、維持管理を目的として約半年間の後期にて改修工事を実施した。建築家の加山俊夫が設計。施工は株式会社関組、体制建設株式会社、やよ建設株式会社の共同企業体による。構造は鉄骨構造。 鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造を併用した複合構造で地下2階、地上4階建てとなっている。また、敷地面積は18,970.30平方メートル、建築面積は1713.81平方メートル、延べ床面積は23,855.81平方メートルである。 1995年には、第8回、村野統合賞、第36回、BCS 賞を、1996年には、日本建築学会賞をそれぞれ受賞している。大ホールと、音楽ホールの音響設計は、ヤマハが担当。ホールを含むすべての施設が、可視化可能である。また、155台収容の駐車場を併設している。 列中と半透明のガラスブロックで取り囲まれ、劇場の中央に位置する円形広場、ロトンダやガラス屋根から自然の光が入る幅5メートル、長さ100メートルにも及ぶ通路、ガレリアなど内外装に特徴的な面が数多く見られる。そのため、テレビドラマのロケ地として使われることもある。主に演劇、コンテンポラリーダンス、バレエ、オペラ、 ミュージカルなどの公演で使用されるプロセニアム形式のホール。古代ギリシア劇場の様式を模したすり鉢状のホール。オーケストラ、吹奏楽、ピアノなど演奏会を主としたシューボックス型のホール。演劇、音楽、舞踊、舞台芸術などについての図書、雑誌、CD、DVD など様々な資料を収集した資料室で誰でも 無料で利用可能。大ホールの主舞台よりも一回り、大きい大稽古場はじめ、演劇、ダンス等の稽古が可能な6つの稽古場がある。なお、付帯設備等の利用には、別途料金が必要となる。開館20周年となる2014年10月、大稽古場に、荷長はスタジオの愛称が付けられた。四巻編成のオーケストラ練習も可能な、大練習室を、 はじめ、主に音楽練習に使用される練習室が6室ある。なお、付帯設備等の利用には別途料金が必要となる。ホール、稽古場、練習室等の施設利用申し込み受付と主催公演のチケットを販売するチケットセンターを兼ねた総合案内となっている。旧チケットカウンターを利用者交流コーナーとし、劇場利用者の交流スペースとして整備された。 財団主催公園において未就学児に対しての宅児サービスを行っている。地上、地下合わせて155台の駐車スペースを完備している。土日祝日や公園開催日は満車になり、周辺道路が渋滞して入庫に時間がかかることもある。平成17年度、年代を問わず幅広いジャンルの園芸公園の場として、 綾野の国際玉寄式彩り亭を創設し、出演者のうち若手落語家を対象に表彰しているもの。将来の落語界のスターを生み出す場として注目されている。平成16年度までは若手落語家の登竜門として10年100日亭開催し表彰していた。埼玉県指定管理者一覧アーカイブド2013年6月11日。 アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。